リオチのミタイタルラジオ第2回目始まりました。イエーイ、はい、ということで無事に第2回目を、ね、始まりましたけど、ちょっと先週も緊張してて今日も緊張しておりますそうですか、はい、いや緊張だらけですよね、うん、オンエアもちょっと聞いたんですけど、どうでしたすごいで本当に流れたと思って、うん、流れる前まではすごいドキドキだったんですよ、うん、本当に流れるのかなと思って、はいはいはい、いやでも実際流れたから、あやっぱそう流れるんだと思って、それは流れますよねはい、ということで今日も流れましたね。あ、流れてるのかな、はいはい、流れてますよ、はい、あパチパチサッチ様ありがとうございます。はい、はい、ということで第2回目、今日はテーマいいですかね、うん、テーマは最近ハマっている方でメッセージみんなから募集しております。はい、はい、メールアドレス言った方がいいですかね。そうですね、はい、はい、メールアドレスは何でしたっけ、dioch.radio@gmail.com ですね。はい、はい、これは、うん、アルファベットはですね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、申し上げます。はい、rioch.radio@gmail.com ですね、メッセージお待ちしておりますよということで、はい、はい、どうしましょうかね、今回。今回どうしますか、なんかメッセージ来てるなら早速紹介しますか。そうですね、メッセージ今日もですね、うん、たくさん送っていただいて、みんな本当ありがとうございます。すごいね、はい、ね、あ、メイちゃんさんがメールアドレスを載せてくれました、うん、ツイキャスか、はいはい、あ、ツイキャスの案内もしとこうか。あ、そうですね、実はですね、これ収録が水曜日、はい、毎週水曜日の6時半から、嘘、6時過ぎから大体6時過ぎからですね、はい、やっております。で、はい、ツイキャスがですね、 FM ギノワンセカンドっていう、はい、アカウントでやっております。 FM ギノワンは FM はアルファベット、ギノワンひらがな、はい、で2とかで、数字の2とかでやればそこまでで出てきますかね。出てきますよ。ぜひぜひ皆さん検索して、うん、はい、ちょっと番組に参加してくれたらめっちゃ嬉しいですね。そうね、水曜日の、6時過ぎあたりからやってます、はい、オンエアはちなみに日曜日の、24時、月曜日の24時から、はい、はい、そうですね、やっておりますので、ちょっとややこしいんで皆さん間違えないように、日付変わって火曜日の、うん、火曜日になるってことですね。そうそう、火曜日の0時、はい、はい、ということですね、はい、ややこしいんで気をつけてください。気をつけてください。月曜日の23時59分の1分経つと番組が始まりますこれでわかるかなわかるかな、はい、ちょっと誰か間違っちゃったっていうリスナーさんがちょっと何人かいたので。あ、そうなんですか、はい、やっぱ、まあ、そうですよね、ちょっとわかりづらいかなっていうところではありますけれども、うん、あ、めいちゃんさん、火曜日の深夜0時括弧月曜日の深夜ですね、はい、はい、そういうことです、うん、FM ギノワンセカンドで検索でしたら出ましたと。そうなんですよ、はい、そうです、皆さんどしどし検索してくださいね、はい、はい、あとは YouTube でも同時配信しております、うん、それは私のアカウントですね、はいはいはい、リオチアットマークうちな大好きっ子で出てきますので、うん、はい、どちらでも大丈夫です、YouTube かツイキャス、うん、どちらでも参加してくれたら、ちなみに YouTube チャンネル登録をお願いします。お願いします。1000人ちょっと目指してるんで。お、はい、はい。ということで、じゃあ早速メッセージを読んでいきましょうかね。そうですね。はい。はい、あ、どうします、先週収録ちょっと終わってから、うん、はい、アンツバさんが最近ハマっていることで、うん、あ、最近ハマっていることじゃない、失礼しました。先週のお題、うん、いただいてたんですけど。緊張することだっけ？緊張したこと、そうですね。はい、それせっかくなんで読んでいきましょうかね、うん、アンツバさん先週ありがとうございました。じゃあメッセージ読みます、
リオシさんこんにちは、おめでとうございます、アンツバです。テーマ緊張したこと、うん、去年末好きな人の誕生日にサプライズで行ったんですね。40本のバラ を花束を持っていき、ドキドキしながらバラの 花束を渡した後、緊張の絶頂の中告白しましたが、年明けてごめんなさいと LINE が来ました。残念ですね。そっか、かっこいいのはでも男ですね。いやすごいですね。バラなんて渡せないよ。ですね、もらったこともない。もらったことない。ないですね。あら残念。バラ、あ素敵ですね。欲しいですか。あでもまあもらってはみたいですね。もらってみたい、はい、でもびっくりしちゃいますね、いきなり来ると。でもまあそのやったことっていうのはすごい意味があると思いますね。なんで確かに確か行動力は素敵だと思います、アンスバさん。そっか、はい、でそれで告白したら確かに緊張するね。ああ緊張しますね、うん、どうですか告白絡みの緊張したことある？私あんまり告白したことないんで、うん、なんですかね。一回もない。いやありますけど、ありますけど、うん、メールだったりとか。あ面と向かってないんだ。面と向かってはあんまりないかなっていう感じですね。されたことはどうですか？されたことはあります。面と向かって。はい、うん、なんかあんまり覚えてないかもしれないです。え、そうなの？はい。なんか別のこと考えてるかも。告白してるのにこっちは。最低ですね。こっちだと、まあ別に俺がやってはいないんですけど、男の代弁としてね。はい、私自分で言ってて最低なやつだなって今思いましたね。じゃあ次、告白するとき、はい、されるときはちゃんと覚えるようにしてくださいね。そうですね、はい、はい、気をつけます。気をつけてください、はい、で、じゃあ今週の最近ハマっていることで、うん、じゃあアンツバさんからいきますね。はい、リアチさんこんばんは、アンツバです。で今最近ハマっていること、最近ハマってるのはグランドゴルフですかね。グランドゴルフって何ですか？ゲートボールのゴルフ版みたいな。ゲートボールとまた違う。また違いますね。すごいよ。まあ、ゴルフ類の感じですよね、うん、先月福岡県で開催されたペアマッチ大会に参加したんですね。先週土曜日は国体の予選があって、先輩に誘われて、今の目標は国体出場なので行きたかったんですが、先月は本当に頻繁に出ていたので断念、うん、あ、なるほど。最近買ったクラブも相性が抜群で、自分の中では調子が悪くても意外とスコアはいいので、県の大会でも優勝狙いそうですかね。ああすごいね。すごいですね。本格的ですね、国体っつったら。国の大会ってことですか？そうですね。すごいですね。じゃあ色全国、海外とかも？全国です。日本だけ？海外ではない。ああなるほど。あなるすごい、すごいですね。すごいよ本当に。アンツバさん頑張ってくださいね。ね、あれのコツがわからない。僕もたまにっていうか本当に年に1回ぐらい親戚の集まりとかでやるんですけど、はいはい、あれのコツがもう全くわからん。普通のゴルフとはまた違うんですもんね。違いますね。なんかねこう大きい球で下に置いて、はい、パコンって打つんだけど、その目標のとこに入るっていうかさ、はいはい、うんうん、こう1番だったら1番のこのとこに寄せるわけ、はい、で 2,3 みたいな回っていくわけ。あやっぱゲートボールっぽいって感じですね。ぽいやつなんですけど、はい、でしたよねグランドゴルフってね。俺知った返したらどうしよう。難しい。私は全然わかんないんで。ごめんなさい。アンツバさんどうなんですかね。どうなんでしょう、アンツバさん。ツイキャスにも来てるから当たってます。違うかな。当たってたら教えてください。はい、ごめんなさい本当に。はい、はい、じゃあ次行きましょう、うん、はい、ラジオネームたかぼさんからはいただきました、ありがとうございます、はい、リアチさん、サポートの山内さん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今年に入ってから沖縄に関する映画作品にハマっています。お、あなるほど。これなんだろう、炊事、炊事、炊事物も含むかな。あまた漢字がねわからないんですよね。どんな感じですか？こういう感じ見えますか？こういうんです。炊事、炊事なんだろう。どこだ。ちょっと待って、ち
っと待って漢字がね分からないんですいませんね。祭事物も含む。あ、やっぱ祭事物ですね。はい、はい、先月まで本土でも上映された平市なんとかなんだろう平市、はい、ミラクルシティコザの監督さんですね。平さんです、ね、平さんですか、はい、平はじめさんです。あ、なるほど失礼しました、ミラクルシティコザ東森愛香監督っていうんですか。東森愛愛香監督バチラヌ。ああそれ分かんない難しいな、うん、アヌッシュ・ハムツェ・ヒヤン監督与那国おあ難しい分かんない難しいな何でしょう。いずれも地元への思いが込められている作品です。私も沖縄のアイデンティティを大切にしなくてはならないと深く自覚した今日この頃ですあらといただきました。はい、私はちょっと日本語勉強しようと思います漢字がちょっと漢字相当苦手なんだね。苦手ですね。読めないんですよね、うん、読めないし書けないし、まあ、知らない知らない。あの外人さんあのちょっと私コンビニで働いてるんですけど、うんうん、外人さんがいて、うん、ちょっと漢字書いてくださいってたまに言われるんです、はいはいはい、書けないとえ日本人でしょって言われます、ね、日本人なら書けないのって言われてます本当に本当にすいません、はいはい、私の方が詳しいねって言われます。あーもうね、はい、外国の方はっきり言うからね。そうなんですね。面白いよね。面白いですね。うん、はいということでまあミラクルシティコザは分かんないですか。ね、ああのあれですねあの方ですよね。桐谷健太。あそう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 です。はい面白かったですよ。そう私見よう見ようと思って忙しくて見れなかったんですよ、ね。うん、だ今度あのなんか配信されたら見てみようかなと思います、ね。ぜひぜひ面白いよ普通に。タイムスリップするんですよね確か。うん、ねちょっと気になってはいますね。感動する感動。あ感動するんです、ね。そうそうそう笑いあり涙ありマジで、はいはい、よくこのなんていうのかなテーマを、はい、あんなエンタメに変えたなと。すごいですね。うん、すごいです天才的でしたね。いや私もちょっと見てみようと思います。はいぜひぜひ。はいじゃあ続いて。うん。ハイサイ2回目シーサーホイことうちなん中によく間違えられるヒロヤイビン似てるんですよかなりあのイッサに似てます。ヒロヤさん、はい、ヒロさんヒロパンイケメンじゃないですか。まあイケメンの類ですけどちょっとちょいと調子乗るんで、はい、はいはいはい控えめに行きましょう。あお友達なんですか。あの美容師さんでよく埼玉にいた時切ってもらってたんですよね。へえ。それでちょっと同じ沖縄好きということでいろいろ盛り上がってっていう感じです、ね。うんうん、で最近ハマっていることではないけど沖縄に遊びに行くことかな、はい、あそうですよね、うん、ダイビングはよくやってるよ。あと釣り沖縄ではまだ釣りしたことないけどあれ以外沖縄では GT かっこグレートトレバリーを釣ってみたい。何ですかそれ。今日難しいね。難しいですね。なんでですかね。グレートトレバリー聞いたことないですけど。聞いたことないね。来年は宮古島に行く予定。あいいですね。沖縄は年に 2,3 回は行ってるかっこ笑い。そうこの前沖縄に来た時に一緒に飲みに行って、はいはいはい、うん、釣りも行けばいいのに。釣りやってみたいんですよね、うん、釣りは面白いよ多分。あ俺はしないけど、うん、私もなんかあんま釣りは鯉しか釣ったことないんで。鯉どこで釣るから鯉なんでしょうか。はい、南大東島というね島があるんですけど。あんつばさんのところですね。あそうなんだ。あんつばさんが南大東。えマジ俺、はい、南大東大好きなんですよ。あそこは普通にはい、カジキが釣れてたよ。カジキマグロ。そうすごいですね。マグロ食べたい。すごかった。すごいですね、うん、マグロ食べ放題じゃないですか。じゃあそうそうそうただで、最高。あっち面白いよ。だからいい、ね、南大東ぜひ行ってみてください、はい、そしてヒロさんも行ってみてください。そうですね、うん、はい。じゃあ次、はい、あ、埼玉のはちみつ一家さんで。おはいはい、はい、入江さんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。緊張が楽しいさに変わりましたか。いやまだ緊張してます。でも1回目よりはだいぶじゃないそうですね、1回目よりかはまあ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  1% ぐらいは、ね、いやもうちょいいいじゃないか、はい、はい、
さて最近ハマっている方、うん、庭にマリーゴールドを植えてますが、お素敵。そのマリーゴールドを食べにナメクジダンゴムシが来ます。あれですね、害虫ですね。ビールトラップを仕掛けて、ビールトラップ、それに集まったナメクジとダンゴムシを退治することにハマってます。何それ、ビールを何かけておくと集まってくるとかですかね。集まってきて勝手に死ぬんですかね。酔っ払うからってことですか。わかんない。でもナメクジはほら塩かけたら溶けちゃいますよね。溶けるさ、ね、はい、あんな感じかな。ビールですか、ね、いい塩梅になっちゃうんじゃないですか。あ、ナメクジがない、いい塩梅になってもナメクジ変わらないんじゃない。どうなんですかね、何なんだろう。いい塩梅になったナメクジ見てみたいな。絶対でも変わらないと思う。動きないもんね。動きないですね。うん、マリーゴールドは手遅れで無残な姿になってますが、やられたマリーゴールドの敵討ちで退治してますよ。ジョイチさんは植物何か育ててますか。あ、一応育ててますよ、ええ、水草ですけど。ジョイチさんはあれですもんね、なんだっけ、はい、アクアリウムやってますよね。アクアリウム最近また始めたんです。昔は海水とかやってたんですけど。マジ、はい、すごいじゃん。海水魚やってました。海水魚なんてもう難しいでしょ。難しいですね。結構勉強して、うん、最初はやっぱりいっぱい殺しちゃったんですけど、うんうん、お金もかかるし、うん、金かかるよね。かわいそうだし、やっぱ殺しちゃうとだ、どうしたら殺さないで済むかっていうのをすごいネットで検索してやってましたね、うん、でちゃんと育ちました。イソギンチャクとかも。イソギンチャクも、すげえ。サンゴとかも。あ、サンゴもやってましたね。すごいね。はい、やってました。ただあの 3.11 はいはいはい、はい、の時にやってたんですけど、うん、私ちょっと外に出てて、はいはい、お家に帰ったら私の家だけ津波にあってましたね。ああ、地震で地震でもう津波にあったみたいになってました。私の部屋だけもう海水だらけで。ああすごいね。大変でしたね。そんな大きい水槽だったの。その時は90センチ水槽。あ、結構だね。はい、で水が半分まで減っちゃっててもうベッドから何から水浸し、大変でしたね。はい、あら、いいな。90センチいいね。でもね、マックス120までやってました。あ、そうなんだ。100万ぐらいかけましたね、トータル。結構ガチでやってました。すごいね、みんなね。なんか多趣味なんですよ私ね。え、はい、ということで、まあ、海水魚、今は淡水ですけど、うん、ちっちゃい水槽でやってますね。ちょっと部屋がちっちゃいんで、はい、はい、あれいいよね。でもこのアクアリウム、アクアリウム癒されます ね。結構僕も好きなんですけど、はい、はい、じゃあ続いて、はい、もういっぱいいただいてますね。おお、すごい。あ、めいちゃんさんですね、うん、新規のめいちゃんさんからいただきました。りよしさん、山地さん、こんばんは。今メール間に合うかしら。間に合ってますよ。めいちゃんでございます。最初のオンエア聞き逃してしまいました、うん、あら、まあ、でも今週は聞いてくださいね、はい、聞こうと思ってたら時間は朝にそうですよね。これからは録音しようと思います。 ありがとうございます。もう録音してください、うん、そして最近ハマっていること、やっぱり今おせんべろですね。おせんべろもつまみもお酒も楽しめて1,000円、そう、安いですよね。確かに。昨日も新聞にも掲載されてましたが、いろいろと飲みすぎて酔いすぎてマナーが悪いせんべろも、あ、せんべろする方もいます、ただ適正な飲酒を守れば大丈夫。山下さんも漁師さんもご一緒に、うん、那覇せんべろいかがでしょうか。ご案内いたします。 うん、いいですね。那覇せんべろをする際は当然の方は宿泊するのがおすすめです。今週土曜日に開催します。もし予定が空いてたら私に DM、 ツイッターいただけたら嬉しいです。ところで番組を見たいとあるラジオでいきます。リスナーさんから募集をかけるのはいかがでしょうか。ではでは、ツイキャス見てます、といただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。せんべろいいですね。どうですか土曜日。土曜日私なんかあったっけな、なんか仕事ですよ。そう、めちゃ俺も行けないわけよ、ごめんね。でもまたね、いや、誘ってくれたらね、行きたいよね、那覇のせんべろって。はい、そうですね。先週ぐらいかな、僕は小座でせんべろしましたね。小座にもあるんですか。あるある、いっぱいある。私も那覇しか知らないんで。うん、宜野湾でもあるんじゃないかな。宜野湾にもあるんですか。多分いろんなとこにあるんですね。そうそうそう、今もせんべろがね、なかなかの流行りになってますから、ね、安くていいですよね、うん、ビールも飲めるし。そうそう、宜野湾、足立屋もあるしね。足立屋、
足立屋っていう大衆居酒屋、はい、そのせんべろの発祥ですよ。あ、そうなんですね、うん、すごい。五八堂にあるよ。あ、そうなんですね、うん、全然知らない。洋子さんとはせんべろ飲み会で会ったからねとツイキャスでいただいて、あんつばさん、あんつば、あ、そう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 なんですよ。あの RBC アイラジオのオフ会で、うん、私 RBC アイラジオ全く聞いてないんですけど、はいはいはい、え、そうなの。はい、その時まだ何にも知らなくて、うん、ラジオ機能しか知らなかったんですけど、 なぜか呼ばれて、はいはいはい、でみんなとなんかね、お知り合いになれるんだったら行ってみようと思って行って、うんうんうん、そう、あんつばさんと知り合いになりましたね。じゃあ俺も行ってみたいな。 RBC アイラジオの飲み会、そうです、ね、オフ会、あのミュージャーぐらいの、んミュージック社は多分そうだと思います。あは、はい、全然わからないんですけど、私はポツンと言いました。なんでいるんだろうって思いましたけど。でも仲良くなりましたか。はい、そうです いいね。やっぱ行きたいな。でも FM ギノワンのさ、はい、代表やっててさ、はい、行っていいのかなって気はするよね。え、いいんじゃないですか。いいかな。大丈夫です。そうよね、はい、ラジオネームあるしね、俺ミュージックシャワー。ああ、なるほど、それだと大丈夫ですね。はい、はい、時間まだ大丈夫ですか。全然だ、全然っていうか、あとね5分以内、4分ぐらい。あ、じゃあちょっといろいろ読んでいきますね。ひふみえさんからいただきました。なんだろうこれ。ごくんちょ、へいへい、へいか、へい、うん、リオッチ、山、うん、山内、皆さん、ひふみです。ごくんちょ、ごくんちょ、このメールギリギリセーフがかっこ悪い、届いてますよ。して先週の放送面白かったね、ありがとうございます。そしてみんなからのメール嬉しいよね。めっちゃ嬉しいです、本当、うん、なんかいつも来なかったらちょっとあの片隅でちょっとせあの、ね、体育座りして暗くなっていかなと思ってたんですけどね。うん、だからワンもメールギリギリで送るよ。いや、ありがとうございます。あ、番組名、あつまりリオチの森であさってる。なんか聞いたことありますね。冷やみ勝ち東北シリーズをすべて、ね、再出いただきました。はい、あれ、なんか配信時間が過ぎたので終了しましたってなっちゃいました。あ、じゃあもう一回やりましょうか。え、これ。送信、保存する。公開でいいんですか。うん、で開始、開始、もう一回しましたか。はい、はい、なんか切れちゃいました、すいませんね。はいはいはい、はい、あ、切れ た、はい、はい、すいません。あ、さっちゃんもリオチ魚釣りしたいなら子供の国で練習しただった。あ、だからね。ああ、なるほど、うん、できるんですね。できる、できる、釣り堀があってね。へえ、はい、できますよ。釣りしたいな。はあ、お、大丈夫かな。大丈夫よ、はい、まだありますか。あ、メールは以上です。以上ですか。はい、ツイキャスもいろいろ本当いただいてて、うん、読める、これどうやって戻るんだろう。はい、さっちゃん、リオッチ、こんばんみ、 FM ギノワンでもこんばんみ、浴びらしてかっこ笑い。どういう浴びらしてってどういうことですか。浴びらしてっていうのは喋らせてってことじゃない。ああ、告知していいんですか。うん、あれですね、さっちゃん来週かな、うん、来週の収録にちょっとゲストでお呼びしようかなと。はいはいはい、はい、いただいてますね。いただいてる、うん、ちょっとそういう予定でいこうかなと思っておりますよ。はいはい、あ、エンディングですかね。そうです。あとね、はい、2分ぐらい。2分ぐらい。うん、ということで、じゃあ、はい、リオチのハマってることを言いましょうか。自分の話してないね。全然してないですけど、うん、まあ私はまあでもさっき言ったか、アクアリウム、うん、最近また開始して、アクアリウムにちょっとまたお金かけ始めちゃってるか、ちょっともうもう抑えなきゃなっていう、ちょっと奥が深すぎるんでな、アクアリウムは。あれさ、はい、ちゃんとやろうと思ったら本当お金かかるよね。本当にお金かかります、もう、ね、なんか沼です、本当に沼。わかるわ、あれ意外とね大変なんですよ。そうですね、僕も水草枯らさないようにするのが、はい、今目標なんだけど難しいです。そしたらライト買わんといけんしとか。そうです、ね、でも苔が出るじゃないですか。出ますね、大変だわけよ。そう、奥が深いんで苔を生やさないようにどうやっていいバランスを取っていくかっていう、ね、そう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 、はい、あ、さちゃん来週よろしくお願いしますと。はい、はい、じゃあ来週楽しみにしておりますよ。はい、はい、終わりますか。はい、ということで、このミタイトルラジオ、うん、はい、あ、タイトルどうするんですか。
ちょっと考え中です。あ、はいはい、はいはい、ということで30分間、うん、このご相手はリオチがお送りいたしました。ということでまた来週お会いしましょう。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。